ここが力のフィールドか。大きな山ね。ちょっと冷えますわね。泣き言を言ってもしょうがないよ。頑張って登ろう。Cut!
くわかんなかった。もう一回やってみて。別にいいけど、どうするの？もう一回。また。もう疲れたよ。どうしたんだ？ラーニングってやつ？ラーニング？マジで？ちょっと待ってて。やっと頂上が見えてきた。何か遺跡みたいなのがあるわね。よくぞここまでたどり着いた。あなたは何者ですか？私はこの力のフィールドを守る者。今までのお前たちの戦いぶりは全て見せてもらった。確かになかなかの素質を持っているようだな。それは合格ってことかな？今のところは。今のところ？そうだ、ここで私自らの手でお前たちの力を試させてもらう。なるほど、それが最後の試練ってことか。その通りだ。言っておくが、小手先の魔法などで倒せるほど私は弱くないぞ。準備はいい？
誰か勝ちます。もうダメ、ありがとう。力がみなぎってくる。当たり前だよ。見事だ。これでお前たちは力の試練をすべて乗り越えた。さあ、祭壇へ赴き、自分自身の内なる力を見るのだ。これが祭壇？何もないわね。どうだ、士官候補生諸君。初めて航中艦に乗った感想は？そうか、これは僕が初めて宇宙に出た時だな。どうした、もっと嬉しそうにしたらどうだ。いや、十分嬉しいです。嘘だ、この時は別に嬉しくもなんともなかった。ただ面倒くさいだけだった。そうか。はい、
そうだ。そうやって自分に嘘をついていた。あの頃はとにかく周りに愛想を振りまいていただけのような気がする。まあ何と言っても君はあのロニキス提督のご子息だ。宇宙に出るのは初めてじゃないのかもしれないがな。さすがロニキス提督のご子息は違うね。知ってるか、あいつまた首席だぜ。そりゃそうだよ。提督の機嫌を損ねるのが怖くて教官たちが点数を水増ししてるんだぜ。やめろ、僕を特別扱いするな。この私はこんなところでくすぶってるような器じゃない。連邦軍の召喚こそがふさわしい男だ。上の連中は私の才能を恐れているんだ。自分の地位を脅かされるんじゃないかとね。君の方からロニキス提督によろしく言っておいてくれたまえよ。僕がどこに行っても何をするにしても父さんの力が連邦の力がつきまとう。僕はそれが嫌だったんだ。それともあの頃は単に子供だっただけなのか。一体僕はいつからこうなってしまったのだろう。そう、逃げてちゃ何も変わらないわ。あの時恐れないで立ち向かったからこそ道が開けた。逃げてちゃ何にも変わらないか。クロード？そうだな、僕は逃げてばかりいた。あの時恐れないで立ち向かっていたら僕の人生は変わっていたんだろうか。いや、なんでもないよ。こっちの話だよ。これは？さあ、次のフィールドに行こう。
うわあ、絶景だな。叫んでみようかな。行きましょう。ここが勇気のフィールドか。嫌な雰囲気ね。びっくりした。今のは？ナールさんにもらったルーンコードが光ったんだよ。もう驚かせないでほしいわね。
点ってとこだな。ねえクロード、この祭壇の上って何かが置いてあったんじゃないの？この石像って多分ここに置くんだろうな。どうするのクロード、置いてみる？じゃあ置くよ。なんだ、地震か？違う、敵だわ。力なき勇気はただの無謀でしかない。我と戦い、
己の勇気を証明するがいい。気をつけなきゃ。実践か。ルーバンサルト。バーストナックル。バーストナックル。バーストクロスナックル。バーストナックル。ぐらいだよな。よかった。レベルアップ、嬉しい。見事だ、そなたの勇気確かに見せてもらった。資格を持つ者よ、勇気の力を受け取るがいい。提督、例のセクターシータの高エネルギー体は依然として謎の軌道変更を繰り返しています。原因は相変わらず不明のままです。そうか、ありがとう提督。提督、ご子息のことは本当に残念でした。ですが、提督はベストを尽くされました。どうしようもなかったのです。ベストを尽くしたか。だがそれが何だというんだ。その結果、私に残されたものは息子は死んだという現実だけだ。すみません、提督。いや、君が謝る必要はないよ。クロードはあんなに勇気のある子ではなかったんだがな。だから私も安心していたのに。むやみに勇気なんてあっても早死にするだけだ。私みたいに臆病なくらいがちょうどいい。何をおっしゃってるんですか。提督は決して臆病なんかではありません。今まで常に勇気ある行動を取り続けてこられたじゃないですか。そんなことはない。私はいつも怯えていたよ。世間に、妻に、そして息子に嫌われないかとね。
だからこそあんなに無謀な行動を取り続けてこれた。そう、怖かったんだよ。私は息子に嫌われるのがな。父さん。勇気のある子ではなかったか。レナには何が見えたんだい？何にも見えなかった。ただネーデ人として全てを捨てる勇気を持ちなさいって。そうか。全てを捨てる勇気って一体何なのかしら。全てを捨てる勇気か。正直言って僕にはよくわからないな。けどさ、これだけは言える。人はみんな何かに立ち向かわなければ生きてはいけないんだ。だから必要な時に勇気を振り絞ることは何も特別なことじゃない。勇気を出すことを恐れる必要なんかないんだよ。クロード、これは。さあ、次のフィールドに行こう。行くわよ。